はい、オープンできませんでした、そしてですね、はい、まあもうオープンしようと思えばできるんですけど、いかんせん降ったりやんだり小雨っすね。それが続いてて、ウッドデッキをガーッと作ってしまえば、もう邪魔なものをウッドデッキの上に置いて、あとはもう全部この建物の中で物音と資材を動かして、資材、まあ、2段ベッドが来たのでそれを組み立ててっていうやりくりができるんですよ。こういうところに物を置かないで済むんで。あ、ちなみにこれロフトベッドです。だからそれがね、天気でやっぱり足場板とかちょっとサンダーかけて防腐剤塗って、でなるべく長く持つように塗料をベッタベタにね、1ミリ2ミリ厚塗りにしてやる方が安全だと思ってるから、そういう風にやりたいんだけど、そういう風になってきてない。はい、なのでこれが、あとこれもらいました。まだね、いっぱいあるんよ。これ壁材ですね、水道。これなんか隣のね、製材所の人たちがさ、いやなんか頑張っ、木っぽくて頑張ってるからさ、あげるよって。これ、ものすごいことっすよ。まああれ、規格外品って言って、格外で、商品として出せないものなんだよね。それもでかいよ、マジで。なので、まあまずはここら辺、整理をしていきましょうか。で、あとね、これとか、あとこれ、お城にするか引き戸にするかちょっと迷ってるんで、まあここら辺ちょっと細々したところからやってみましょう。できることからまずやってみます。はい、じゃあぼちぼちやってみますか。まあとりあえずいらないものを全部納屋に入れましょう。はい、リゾルブです。今回の動画からですね、本格的にまあ家の中の内装ができ始めてきますね。で、8畳間にベッド入れます、これから。で、そのために、襖とか、いらないものをですね、納屋にしまい始めてます。はい、じゃあ、お次は、あれをやっていこうかな。邪魔な配線をいい加減切っていこうかなっていうのが、配線、多分なんだっけな、これ電話線かな、多分電話線だね。電話線ちょっと邪魔なんで絶対切っていこうかなと思ったけど、多分電話線っていう作業はないけどな。ここに同じ電話があったので、はい。で、これ電話線と思いきやですね、これ呼び出しですね。もう外しちゃったんですけど、チャイムのような、呼び鈴があって、あれがなんか知んないけど、玄関にあるんですよね。玄関ガラって開けて、普通チャイムってさ、玄関の外についてんじゃないのかって疑問はあるんですよね。で、この書斎に直通で、このなんだろう、呼び鈴っていうか、まあ電話線ですね。それがありました。まあ、電話線じゃなくてチャイムの銅線だったんですよね。まあそれは全部外してますね。まあここら辺からが、まあ銅線っていうか、まだまだチャイムですね。これ動画にある通り、なんで玄関の中にチャイムがあるのかっていうのが一番疑問ですね。で、多分、今は Bluetooth のチャイムとかあるじゃないですか。でも、これが立ったのはもう50年も前だから、それがないんですよ。今ちょっとカラッと戸が開きましたけど、おそらくここにつけたのでは、雨風にさらされた場合ダメになるんでしょうね。だからじゃないのかなっていうのもありますし、で、この家ができた背景、というのも、もともとはその居住用の家じゃないっていうことですね。さて、まあ電話線なんてぶった切ってぶっこ抜いて終わったんで、まあ問題はここっすね。で、これ点検口です。で、これ点検口は、1、2、3、3つ作ってあります。まあ平屋の1階建てなんで、どうしても、長いんで、
点検口はあり、あの作るようにしましたね。で、まあさ、あの動画の前半で喋ったように雨漏りの修理跡があるということなので、でこの全部雨漏りの修理跡に一番近いところにあの点検口を作ってます。まあつっても、まあ雨降ってもそんなに上登んないんですけどね。まあまずこんな感じでかわすところ作りましたね。ちょっと打ち付けてみますか。まあ何が上手くなったかって言ったら合わせ切りですよね。かわしてそこをかわすところだけを切って、でこぼこだったらそこをね、あのはめるところに沿ってやればいいんで、まあそういうところが上手くなりましたね。まあ、ようやく1箇所目終わりましたね。まあ、ちょっと不格好だけど断熱材をポッとかぶせて、やってます。まあいいやって感じですかね。多少隙間空いてて断熱材がある分そんな隙間風が来ないんで、まあそれはそれでいいです。まあなんでここをこことここと、あと八畳間と、あと縁側に3つ点検口を作ってます。まあ点検口がなんでここまで必要かっつったら、ここと真ん中八畳間のところは前、屋根裏入った時に実は雨漏れの修理跡があったんですよ。雨漏れを桶で受けてるとこがあって、でここがちょうど一番奥の雨漏れの修理したところのほぼ真上で、八畳間が2箇所目の、雨漏れを修理したところに、まあ、一番近い点検口にありますんで、まあ、こういう感じです。で、まあ、あと屋根をね、あのカパッて開ければその音が聞こえるじゃないですか。雨音ね、屋根が、雨水が屋根に落ちる音、だからそれを聞いてなんかキャッキャッとか変な音とかね、ライト照らしてなんか見ればあなた持ってるって聞いてるんで、だからこうやって点検口は多めに作ってますね、この上。はい、じゃあ今度はこっち作っていきましょうか。はい、これケーカル板1枚だから、まあ何とかなるんじゃねえのとは思います。はい、でこれはですね、一番広い八畳間のベッド部分になりますね。まあそこにも点検口を作ってます。まあここはあの被らないようになってますね。でやっぱり床、あの天井裏なんですけど、あのやっぱり竿天井で脆いから、長い距離を天井裏移動したくないっすね。こう間違えましたね。まあ、ここの隙間空いちゃったけど、まあいいか。はい。というわけで、まあ次行きますか。とうとうね、ベッド入れていきますから、まあ、最初と合わなかったらちょっと考えもんだけど、まあ、一応この8畳間は2人部屋にします。ドミトリーにはしません。はい、さすがにね、この通路ができちゃうとちょっとなっていう感じでした。あ、なので2人部屋ですね。で1人はこっち、まあ一応ここは荷物はまあ共用で使ってもらって、おこもり、まあおこもり空間してもらおうかなとは思ってます。まあ、そしてあっちにもシステムベッドを1個入れて、まあ2人分のワークスペース、まあパソコン用とか電源とかね、充電するとか、それはまあ後々やっていこうと思うので、まずこっちの、スペースから作っていきたいと思います。はい、この日はですね、とうとう長い間敷いてあったブルーシートが取れました。で、ここには2段ベッド入れましたね。でもね、2段ベッド入れない方が
奥の元仏間があるんですけど、そこのを物入れとして使えるんですよ。だからまあそこどうなのかなって、多分2段ベッドにはしたかったから、多分自分で2段ベッドは作った方が絶対良かったっすね。うん、絶対自分で作るべきでしたね、2段ベッド。はい、今解読しました。まあ一応これ2つのパッケージで届いたらしいんで、でまあちょっとレンズが分からんので、ちょっと六角を探していきます。あるか分かんないですけど、めちゃくちゃビスの量が多いわ。はい、でまあかなりねビスの量が多いですね。で今回買ったのはなんとなんと子供用だったんですね。なんで最大の耐荷重量だっけな、あれが150キロですね。まあまあまあ150、まあ、200キロある人がまあそうそう来ねえだろうとは思います。なので、で今までのベッドと違うのは階段があるやつをちょっと今回買ってみたんですよ。だからどんなもんか俺もそういうのを買って、ちょっと試してみなかったんですよね。で、やっぱりその、何でもかんでも作業スペース作りたかったら、まあ、独身時代の知恵というか、まあ、アパートを借りてた時に、やっぱり二段ベッドって必殺技なんですよ。6畳一間を、広く使いたいんだったら、やっぱりね、布団は敷きっぱなしで、かつ、ロフトに上げっぱなしが一番効率いいんですよね。だから、まあ逆にその6畳にしか泊まったことがないから、そういう知恵しか浮いてこない、知恵しか身についてないなっていうのを思いながらも、まあ仕方ねえかなと思いながらこれ作ってます。で、これね、最近の2段ベッドの説明書が分かりにくい、分かりにくい。だからかなりね、時間かかりましたね。説明書はね、1時間半で組み上げられるっていう目安の時間ありましたけど、いや、1時間半じゃ組み上がらんすよ。だって特に手戻しが多かったっすね。そうですね。ああ、まあ、だってここまでできました。で、明日はね、針を打ちに行くんで、午後になるかなと思います。まあ、明日になれば、天気も安定してくるんで、ウッドデッキの方になると思います。まあ、これ動画、カメラのね、録音できる時間がかなり、短くなってきちゃったんで、ちょっとここまで一緒に切ります。今日はここまで。はい、まあこんな感じでですね、2人部屋が仕上がってきてます。で、やっぱりね、その、説明書には、裏表が書いてないから、表のまんまでも裏のまんまでもビスで付けられちゃうから、それでね、また手戻しになっちゃうのがめんどくさいかなって思います。まあ、こんな感じで頑張ってます。バイバイ。